そういえば父さんから連絡あってさ、もうすぐ正明の誕生日だろ。父さん来るからいつならいいって。なら誕生日当日に、正明も喜ぶと思うし。わかった。あとなんか母さんからも連絡あったんだけどさ、孫に会いたいって。虫が良すぎるよな。夫がこういうのには理由がある。私は専門学校を出て看護師として働いていた。その勤め先の病院へ入院した義父の世話のために通っていた啓太と出会い、趣味などがあったことで付き合い始めた。当初から義父は賛成してくれ、付き合って間もなくなのに結婚はいつなどと言ってくれていたのだが、義母との関係は良くはなかったことが記憶に残っている。うちは由緒正しい家系なのに、もっといいところのお嬢さんとお付き合いなさいと夫には言い、私には、あなたもね、立場をわきまえなさい。お金が欲しいの？いくら？これだから高卒や専門卒の程度はなどと言い、両親のことまでバカにしてきた。確かに夫と義父は宮廷大卒、義母もどこだかのお嬢様大学を出ていた。義父母の家柄はどちらもそこそこいいそうで、義母は大学を出てすぐに見合いで結婚したので働くなどの経験はない人だった。なのでそもそも女が働くイコール実家か夫に解消がないという認識が強かったのだ。最初は私が専門卒という情報しか知らなかった義母。しかし私が看護師であると知るや否や態度を軟化させた。気味が悪いと感じるほどの態度の変化だったが、ひとまず結婚を認めてもらうことができたことが嬉しかった。この時義母は介護要員ゲットと思っていたわけなのだが、始まった結婚生活、義母は同居を求めてきたのだが、そこは義父がわしらも自由に過ごしたいし別居しようと言ってくれ回避。ほどなくして息子を授かり、孫の誕生には普通に義母も喜んでくれた。これで少しは歩み寄りできるかな。そう考えていた私は甘かったのかもしれない。息子が1歳になる頃、育休も終了したので保育園に入園、私は職場復帰。そのあたりからやはり気に入らないと感じたようで、義母はまた頻繁に関わるようになった。口を開けば息子の収入だけでやれないのか、解消なしだと思われる、恥をかかすな、そして次に有名幼稚園に正明を入れるから塾へ行かないと、退職しなさいと来たもんだ。子供の教育方針については夫とも話し合って決めていますので。いけません。それでなくても高卒のあなたの親と親戚になってしまったのよ。もうこれ以上許せません。とことん私の親をバカにしてきた義母。おそらくここまで強気だったのは両親がすでに他界していたこともあったと思う。死人に口なしという言葉があるが、まさにそんな感じ。義母は夫がいない時、私の前でとことん両親をバカにした。でも義父はいい人だし、夫との関係も良好。私さえ我慢していれば、愛する夫の両親、時間が解決してくれるかもと。まだまだここでも私は甘かった。この頃夫はとある国家資格を取得するために勉強していた。それを邪魔したくない、精神的な負担をかけたくないという気持ちも大きかった。そして息子が3歳になった時、晴れて夫は資格に合格。その祝いをと義父が企画してくれた食事の席で義母がやらかした。最初は義父が祝ってくれた言葉から始まり、和やかな雰囲気での開始だったのだが、これでいつでも離婚できるわね。一瞬で場の空気を凍りつかせる一言を義母が放ったのだ。何を言うんだお前は。義父が注意してくれたが、義母は止まらない。だって宮廷大を出ていて、しかも某国家資格持ちでしょ。両家のお嬢さんじゃないと釣り合わないわ。ああ、孫は可愛いけど、あなたが育てたのはバカっぽいからいらないし、連れて出てね。母さん、俺が資格を取れたのは、その間仕事もセーブした俺を智子が支えてくれたからだぞ。そうね、だからこそよ、様子見なの。お分かりかしらとでも言う風に肩をすくめて私を見る義母。さすがに可愛い盛り、まだ3歳の子供のことまでバカ呼ばわりされては、黙っていることができなかった私も応戦。わかりました。もしも夫である啓太さんも同じ考えなのであれば、私はすぐにでも離婚しましょう。私の言葉を聞いて目を輝かせた義母。ですってよ、母さんはあなたの幸せを願っているからこう言うのよ。啓太、わかるでしょ。
猫なで声で夫にそう言った義母。そうか、分かってくれた、よかったわ。じゃあここに離婚届持ってきてるから。切るのは母さんとの縁だよ、いい加減にしてくれ。俺は智子を愛している、絶対に別れないからな。嫁に洗脳されたのね、そんな汚い言葉を使うなんて。だいたいね、高学歴には高学歴、 IQ に差があるとお話にならないのよ。現に智子さんと私じゃ会話にならないわ。高学歴だかなんだか知らないが、母さんみたいな品性下劣な考え方してる人間と話し合うやついるかよ。夫がここまで言ってもまだ嫁のせいで息子たんが状態の義母。その時だった。不意に義父が義母の持っていた離婚届を手に取ったかと思うとこう言ったのだ。お前のわがままに合わせるのはもうたくさんだよ、君へ俺たちが別れよう。え、なんで。そもそも親が決めた相手同士、いつかは分かり合えると思っていたが、もう親はいない。分かり合えないなら自由にしてくれないか。ショックを受けるかと思っていたが、義母は強気でこう言った。いいわ、別れてあげる。その代わり財産分与やもらえるお金はきっちりいただきますからね。分かっている、早期退職して退職金も折半だ、それでいいだろう。いいわ。なんと私たちへの離婚を進めてきたはずの義母がその場で義父との離婚に同意したのだ。そうして義両親は離婚、義父は言っていた通りに早期退職をした。亡くなるまで年金を半分ずつ受け取るか、一括での取り分を増やすかと弁護士を入れて話し合った際、義母は、時間がかかるとちゃんともらえるかわからない、死ぬまで必要な分一括で渡してと主張。そのように手続きをして義父は家も手放した。遠方への田舎へ引っ越し、農家で収穫のバイトをしながら釣りを趣味にし始めた義父。父さん、本当はこういう生活がしたかったんだな。本当に楽しそうに笑っている写真を送ってくれるようになり、野菜なども送ってくれて、今でも非常にいい関係だ。義母は自分の思い通りに周囲を動かそうとする人物だったので、夫も、本当は行きたい高校とかしたい部活とかいろいろあったけど全部ダメでさ、我慢していることがたくさんあったがゆえに息子には好きな道へ進んでもらいたいとのこと。私が仕事を続けているのは義母の考え方とは逆で、子供の成長に合わせてサポートのために仕事をセーブしたいから。幸いにして息子の健康状態は良好だったし、保育園は少人数制で授乳や食事時間は私が行くことができた。大きくなってからの方が言葉で支える必要もあるし、習い事などのサポートで忙しくなる。その時にしっかりサポートするため、金銭面での余裕のために今働くことを選択したのだ。義母は義父と離婚後にはこちらとも没交渉だったのだが、6歳になる正明の誕生日へとの連絡を義父からもらった際に、夫に義母からも連絡があったようだ。それも孫に会いたいと。でも今更っていうか、何なんだろうね、ずっと連絡もなかったのに。すると夫はこう言った。実は母さん金もう使い果たして、本当は生活保護の課から俺に連絡が来たんだよ、援助できないかって。うっそ、かなりの金額受け取ったんじゃないの。騙されただとか言ってるらしいけど、で俺に電話が変わった瞬間、孫に会いたいって。そう言って電話口で泣いたらしい義母。一瞬さ、あんなだけど母親だしって思ったんだよ。でもさ、私足腰弱ってきたから看護師の智子さんに面倒を見てもらいたい、引き取ってって言ってきて。そりゃないわ。だろう。だから小さい子供もいるし、兄弟もできるかもしれない、こちらも大変だって、援助はできないって言っといた。そもそもなんで私が面倒を見ると思っているのだろうか。看護師も仕事だからしているのであって、慈善事業ではないのに。ま、慈善事業でも義母みたいな人の面倒は見たくないわ。これからも義父との関わりと家族を大切に生きていきたいと思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。